はい、のみさん、じゃあ、3月26日ですね、最終金曜日、動画撮っていきたいと思います。加藤のね、ツイッターの方見てみたら、まあ、千賀情報ね、出てと、まあ、来週になってましたね、案内していきたいかなと思います。一応、今回はね、まずポスター1枚だけね、出てたんで、そこのご案内です。で、あとね、残りの分に関しては、ちょっと待って、スマホがね、なんかね、来週の金曜日っていうことで、まあ、加藤はあれですかね、とうとう新製品の発表が、最終金曜日から、頭の金曜日に移行したんですかね。一応、新製品ポスター第2弾は次週公開予定です。お楽しみということで、なってます。そんな感じなんで、まず今回ポスター1枚目だけ、こちら出てますんで、やっていきたいかなと思います。一応ね、先月7月が、まあ、今月頭に出たやつが、まあ、全然物がなかったんで、一応ね、ノーマルが多分、8月、9月分が多分、4月頭に発表されるのかなと思いますが、まずじゃあポスターからいきたいと思います。一応ね、今回に関してはね、詳しい情報をね、製品情報の、詳細ページの方から、見ていきたいかなと思います。まずこちらです。発売予定品情報ということで、2020年9月10月、E25-2000万台踊り子、給料プラス、ゴリラのいうことでね、2500万台の自然上踊り子も出るみたいです。一応ね、まあ、発売後に9月と10月にずれてますんでね。そうですね、お財布的にはっていうところなのかな。まあ、もともとね、製品発表されたのが、そもそもどれくらいだったっけ？確かなんか製品化、夏頃とかなんか、なんかだっけ？いつだっけ？多分出てると思うんですけど。さすがにそこまではねえかも。そうですね、さすがにそこまで古いポスターはないかな。確か今までのやつってね、なんだっけ、給料の方の踊り子の顔があって、製品化、なんか予告みたいな感じで、あったと思うんですけど、ちょっとそれがなくなっちゃった感じかな？今年の夏だっけ？いつだっけな？ちょっと覚えてないんで、それだけちょっと確認しに行くか。ではね、一応いきたいと思います。製品番号一応10-1613と1614連番でございます。こちらですね。転用改造され、踊り子を投入された E25-2000万台、そして2500万台を製品化。プロタイプ大宮商号の N8 編成の2000番台と NC31 編成の2500番台でラインナップと。ライトルが変更された前面、特徴的なカラーリングを的確に再現。全室グリーン車となった、サロは、一層新規作成。で、モハと、各社の床板は、機器更新とブレーキ抵抗器提供の形態を再現し、フックなしカップラーの、電連部品が付属。で、先頭台車のスノープロも再現して、各セットの行き先フジルが付属ということで出ております。一応ね、こんな感じですね。一応前寄りの給料と、後ろ寄りの5両という感じですね。ではじゃあ、詳細ページ行きましょうかね。ちょっとお待ちくださいね。ちなみに、一応確認はしてるんですけど。ね、出てこねえんだよな、その古いポスターが。ああ、一応ありましたね。ね、そのポスターは2021年春か。一応ね、ちょっと待って、ツイッターの方でね、見つけた。一応こんな感じですね、その古い踊り子のポスターが。こんな感じで、2021年春ということで踊り子出てましたね。だから春はちょっと、だいぶずれ込みましたね。どう見ても秋っすからね、9月は。そうですね、やっぱり春で出てましたね。なんか見覚えあるなと思ったら、やっぱり顔面のやつがポスターありましたね、ド派手のやつが。そうですね、まあでも、そうですね。まあ一応でも当時に関してみると、そうですね。変わりましたね、製品からラインナップも。そもそもが7両と2両の分割予定だったのが、そうですね。給料1本かか、そういや。そうですね。給料、1本ですね。ちょっと面白みがありますね。ちょっと詳しい内容を見ていきたいかなと思います。まず、インニゴだけ2000万台、2500万台、老朽化した、老朽化したって言えば痛くないですね。185曲からの目的で、2000万台は2023月、2500万台は、今年3月の、ね、踊り子として運転開始。2000万台は、ジラーズ坂井として活躍した0万台、2500万台は、若潮さんに活躍した2500万台は、別に改造を行われ、制御機能欲しいのか、ライトラインの LED が E26 やらせた、白に、青色のデザインの変更でイメージが一新されました。2000番台は東京と伊豆、2500番台は東京と自然に結んでおり、東京伊豆、これ正しく熱海間ですね。東京熱海間は2000番台、2500番台の並結運転が行われていますと。そうですね。だから面白いのはさ、E257 系って、まあ、0番台はね、松本所属。で、2500番台っていうのは、幕張所属だった2つのね、まあ、同じ形式で違う番台の列車が今では1本で連結されるという、なんかチンプレイ、ゴプレイなんですよね。一応なんか車内のね、行き来もできるみたいなんで。そうですね。ちょっと新車の踊り子。まあ新車の踊り子って言っても、まあ旧車の踊り子ですけど、乗ってみたいですね。そうですね。ちなみにこれあれなんですかね。この綺麗な鉄橋を見ると、バニューガーの方ですかね。一応行ってみてね、あっちの方。まあ一応ね、2000番台は東京と伊豆。まあ、静止な下田っすかね。
で、まあ、東京の自然に、まあ、こっちだったんですよ。まあ、絶対にここ、東京、熱海からですかね。ここちょっとスクショ撮っとこう。で、一応ね、製品番号10161613と1614。今回はね、7両基本、ごめんなさい。2両増結とかなく、まあ、給料1本ってことね。まあ、ケースはどうなるんですかね。特殊スリーブになるのか、ちょっと見ものですね。で、編成表はこんな感じの、NA8 番ですね。で、下が、NC31 番ということでラインナップされております。で、2つ編成するとこんな感じ。そうですね。まあ、モーター車に関してはそうですね、7号車と13号車なんで、まあ、くっつきやすい感じにはなったのかな。そしてこちらですね。大宮、主な特徴。大宮総合車レンターの東大宮所属 NA08 と NC31 がプロタイプ。機構車が同じ化式で、LED 化されたライトリーの先頭部のそのプロ荷物スペースに一目見られた外観を再現。また2000番台と2500番台で異なる前面を作り分け。で、この辺もいいか。E26 車合わせた特徴的に白と青色。で、車体の段差の少ない側面ガラス。高眼下の前面と膜、踊り子。その他特急湘南などのヘッドマークを収録。でしょうね。中間連結は、フックなしのボディ3つ連。9号車10、ごめんなさい。9号車、15車、4号車と先頭部に電源一段が付属。低ハル動力源と断線でトラクションタイヤ付きで、5両セットの方がトラクションタイヤなし。ドレッドテールとセメントマーク点灯で、これがあれかな。9号車と15車でいいのかな、位置的には。そうですね。9号車と15車に関しては衝突付きで、液晶表示のデシシフレンドリーと。ただですね、ケースに関しては記載がちょっとこっちの方ではないので、そうですね。ちょっと見物かな、今後に関しては、ここに関しては。そうですね。一応でも、そうですね。給料となると、どうなるんですかね。多分ね、今まで発売された、E257 系っていうのが、アズサタイプの0番台が7気温増だったんですよ。で、暴走タイプのやつが普通に5両セットだったんで、今回はだからあれですかね、5両セットのケースに、つくんですかね。だからちょっとそこまでケースに関しての記載がちょっとこっちの方では出ないので、その辺はあれですね、N ゲージフォーメーションの方がデータ出てくるんで、ちょっとありがたいですね。そうですね。ただあのサイト今機能してないので、どう調べたらいいんですかね。そうですね。どう調べたらいいんですかね。さっきのポスターの方にもね、データはなかったので。これはあれか、付属編成の5両か。俺ちゃんまだ付属編成の5両ってまともに撮影してないんだよな。まあ今までの踊り子からね、まああのグリーン車が1両抜けた、まあ9両になった感じで。そうですね。面白いっちゃ面白いんだよな。まあ個人的なんですけどね。まあでも、俺は嫌いじゃないんだよな。ただね、なんだろう、今なんか波動で出てる5500万台って言われてる緑の方。俺はなんかね、あっちの方が好きなんだよね、個人的には。まあ、なんだろう、確かに、伊豆の特急列車だからって青っていう理由わかるんですよ。まあ、スーパービューも青っぽかったし、まあ、サフィールも青だし。ただ、どう考えても、今までの踊り子時代は緑か湘南ブロックですからね。青要素は一切なかったんですよ。どちらかというとあれば山。だってなんかね、ここに来て山から緑。まあ、海に変わったので。そうですね、個人的には、まあ、なしとは言わないけどって感じですかね。じゃちょっと気になるんで、なんかその、なんかケースに関しての情報どっかないかちょっと探してみましょうか。一応今ね、ざーっと見てみたんですよ。あの、取り扱ってるショップさん。まだやっぱりこの情報入ってないみたいなので、しばらく時間かかるかもね。だから今まではね、なんだろう、ケース形態に関して、よくあれってか、NKG ファイルで今までケース形態出てたっけ？どういう感じのケースかっていうのは。確かに出てる時もあった気がするんだよな。前回の製品発表文がここか。ここにケース形態って書き下がったっけ？6両基本。ああ、ねえか。そうっすね。ないっすね。だからそうっすね。今回はどういうケースになるのか、ちょっと個人的には面白みはありそうっすね。ああ、でもやっぱりそうっすね。こっちにありますね。パッケージサイズにブリスターとかっていうのが。だからそのデータがどう出てくるか。一応前回の新幹線で言うと、ブックケース、ブックケース、ブックケースなんで、そうですね、どういう感じになるか。今回、そうだね、そのデータ、これどっから拾ったんだ、そもそも、このデータ。そもそも前回の100系新幹線はどっかにあの幅拾ってデータねえからな。そうっすね。ケース形態に関してはやっぱり
館内がないっすね。まあだからどうなるんですかね。個人的な意見で言うと、まあ5両と4両に分かれるのかなと思うんですよね。あのちっちゃいケース2個で。もしかしたらだから1個のでっかいケースで9両まとめられるのか、ちっちゃいケースで2個。だから加藤の外車タイプか。例えば加藤のあのタリスみたいなやつですね。加藤のタリスって5両5両に分かれてるんですよ。そういう感じに、ね、なる可能性があるのかなとは個人的に思いますね。ただここに関してはね、ちょっと出てみないとなんともいないっていうのが今のところですかね。今までよく逆にこのケース状態が出てたよな。あ、間違えた。こっちから言っても多分さっきの出るデータは同じだと思うんで、あれなんですけど。何して変わんねえんだよな、これジャンコダルにしたとしても。そうっすね、大して変わりやせんね。ですな、変わるわけはねえよな。そうっすね、どうなるのか。まあだからはっきりちょっとマイクロレースみたいに、なんだろうな、基本的に2両セットだったらビデオケース、3両以上だったらでっかいケースって分かりやすくていいんですよ。あとトミックスみたいに記載が毎回あると。確かに、その点トミックスってね、各商品ページにね、データがあるんですよ。例えで言うと、今12時半か。お昼ご飯どうしようかな。なんかカップラーメンか。まあちょっと話長くて申し訳ないですけど。一応ね、このケースに関して気になる方は、メーカーに問い合わせるか、他の情報出るの待った方がいいかもしれないですね。例えばトミックスですね。例えばこういう風に製品かけってあるんで、これ適当にどっか押してもらうんですよ。あのね、こっちを押してもらうと、こういう風にあのデータの方が出てくるんですよ。で、まあ、700系進化されたらこういう感じでバーって出てきて。で、ここにね、ちゃんとケース形態が出るんですよ。紙箱っていう風に。例えば、他の車両だったらどういう感じで出るかっていうと、一回これ消して、そうですね。まあ、面白みで言ったら、そうですね、ディーゼルカーでいっか。この辺はね、多分ね、単品で記載が出るんですよ。一応こんな感じで、なんかタンク車も設けてきたんですけど。一応、加工が2両セットの方は紙箱っていうんで、まあ、普通のちっちゃい紙箱。で、なんか単品ケースに入ってる。単品ケースが今まとめたのかな。一応こんな感じで単品のやつで繰り上げてるんですけど、加藤に関してはそれがねえからな。困ったな。ちょっといいや、ツイッターの方でちょっと見てみよう、加藤の方。なんかあるかな。なさそうだな。そうですね。まあまあなさそうっすね。ちょ、今ツイッター確認をしてるんですけど。そうですね、やっぱりツイッターの方も新製品ポスター第1弾としかないっすね。そうっすね、ないっすね。だからここに関してはそうっすね、メーカー側とはどういう風に詳細を出してくれるかにかかりますね。だからそのさっきのエネルギーフォーメーションでこういう感じで、このデータがどこから流れてるのか。まあ、ご注文書が多分流れてるんで、その中に記載があると思うんですけど、さすがにご注文書まで俺のところ手持ちに来ないので。そうですね。まあでも大体予想がつくんですよ。どういう感じなのかっていうのは。まあ機関車だったらそうですね、こういう単品とかってわかるんですけど、今回に関してはね、5両セット2つになるのか、まとめられるのかっていうのが、ちょっとあれなんだよな。ちなみに E257 系ってちょっと車両でかいんだっけ？だ、俗にあれ21メートル級だっけ？確かに暴走特急の方ね、若干でかいって聞いたことあるんだよな。ちなみに E25、あ、ごめんなさい、255系だと、あいつはわかんねえや。あいつ20何メートル級だ？いや、253系と同一か。ってことは20メートル級か。
まあじゃあ20メートル級だったら普通にあれか、まとめて、1個のケースでもいけるのか、多分。そうですね。一応今 E257 系のその、なんつうの、そのスペック調べてるんですけど、一応スペックで見ると、編成長までが出てこんのね。そうですね。さすがに編成の長さまでっていうのは出てこねえか。あ、でもそうっす。あ、でもそうっす。戦闘車がやっぱり21か。そうっす。戦闘車が一応、2万1000ミリで、中華車が2万500ミリってことで、やっぱりちょっと、でけえのか、あいつらは。そうなってくると、多分255系もでかかった気がすんな。どうなんだろうね。ああ、そうですね。ああ、でもやっぱりそうですね。一応255系に関しても全長で、21メートル級の扱いになってますね。だからあれか、加藤のウレタン、やっぱり255系ってでかかったのか。そうだね。そう考えると、やっぱり255、まあ、ごめんなさい、21メートル級となると、まあ、給料だからな、扱い的には。どうなるんだろうな。まあ、俺自身が正直ないし、加藤の E25 なら一本持ってないんですよ。旧スカートから新スカートまで全く持って。どうなるんだろうな。まあ、でも一応そうか、今までからそう考えると7両と4両に分かれてたのでね。そう考えると9両で5両と4両に分かれるのか。まあ、正直ないし、今回5両と4両に分かれちまえば、踊り子とウレタン共通で済むんですよね。多分ね、踊り子とウレタン共通だとパンタグラフの位置だけだと思うんですよ。今回ので見るとこんな感じですね。一応ね、ああ、でもちょっと問題があるな。そうですね、ちょっと問題がありますね。後ろ寄りの4両は問題ないですけど、前寄りの5両がちょっと問題ですね。ここだからパンタグラフの切り欠き2箇所になるのかな。一応ね、11号車から14号車まで見てると、まあパンタグラフはね、6、8で合ってるんでいいんですけど、そうなると多分、あ、そうなるとでもあれか、5号車から9号車が多分5両セットになるのかな。一応ね、ウレタンの形状で考えると、おそらく1号車から4号車を多分11から14に当てはめれるんですよ。で、その後5、6、7、8、9といけばいいんで、多分そうですね、珍しく4両と5両っていうケースに分かれるんですかね。まあ、加藤がウレタンの、なんその合わせれば無理やりんでも。今まで加藤って9両セットとかだとどうなるんですかね。4両5両っていう前例ないと思うんだよな。基本的に今まで の, そのセット A とかセット B に分かれた時って大体5両なんだよに、少なくに分かれるんですよ。例えばスノーラビットとかだと大体5両と4両だと思うんですよね。だからまあ、それ以外は俺あんまり加藤のそのセット持ってないから、スノーラビットぐらいしか知らねえんだよな。そうですね、どうなるか。まあ今回に関しては珍しく4両5両っていう新しいケース形態になるのか、ちょっとそうですね、見物かなとは個人的に思いますね。あ、そうですね、一応多分ね、上のスペース開ければね、多分、どうにかなると思うんで。多分4両5両の可能性がちょっと見えてきましたね。あくまでこれは俺の予感。そうですね。でも4両5両にすればね、2号車のところのウレタンのスペースがバカバカって空いてるだけなんで、別にバカバカ空いてる分には問題ないですよね。多分ね、今回はね、俺ね、250、あ、でも E257 系だよな。あ、そっか、E257 系俺ケース持ってるんだ。確かマイクロで買った中古車両が加藤のケースにしまわれてるんですよ。そうだね。加藤のケースは持ってるけど、どこにあるかな。路上車扱いだからな。今ね、机の上がね、じゃがりこと悪いですね。めちゃくちゃとっちゃかってるんですけど、ちょっと待ってください。今、机の上ちょっと片付けますんで。よいしょ。一応ね、持ってる俺のその、なんだっけ、暴走特急。まあ、ケースだけで言うとこんな感じっていうのがこんな感じですね。よいしょ。一応、こんな感じですね。一応、普通のなんていうのかな、加藤のその5両セットのケースで、まあ一応、こういう感じなんですよね。まあ一応、だから、21メートル級なんで、車体的には。だからこういう、別に切り欠きも入れたいんですけど、こういうでかいタイプのケース。これで見る限りは、なんだろうな、その先頭車も中間車も全部同じ切り欠きのスペースなので、もしかしたら綺麗に入れていけば、5両と4両っていう感じにもなるかもしれないけど、ここに関してはそうですね、ちょっと俺はわからんな。ちなみにこれ加藤製のケースなんですけど、ちゃんとマイクロですからね。こういう感じで、車端部ちゃんとアンドカップラーで、ちゃんとこれマイクロ車輪ですからね。ちょっと一回掃除した方が良さそうだな。これなんだろうな、どっちかのやつ、そうです、前面のパーツなくちゃって、開いちゃってるんですよね。加藤がね、この辺はね、暴走特急ね、再販してくれたらね、パーツ取り寄せんよね。これはね、一回動画にした気がするな。中古で買ったやつ、加藤のやつで改造するよって。若潮にしたのかな、これ多分。そうですね、若潮にしましたね、やっぱり。
そうですね。これで見る限りは、一応、中間者とかも関係なく、同じあれ？あ、でもパンタグラフじゃそうですね。同じですね。これ一応、こっち側にパンタグラフあるんで。あれなんですけど。そうですね。だから、もしかしたら、綺麗に売れたのが、このでかい21メートル級になってると、上から1から5。で、造血に7から9。あ、ごめんなさい、6から9。っていう感じになるのかなと思いますね。まあ、今回特殊スリーブになるのがちょっと俺の方でわからないんで、申し訳ないっすね。あ、そうですね。この辺はもうちょっと加藤がわかりやすいデータにしてくれたらいいんですけど。そういうところで見るとなんか意外だな。トミックスの方がなんかサイト的には、なんかあれだね。なんか失礼な優秀って感じがするね。まあ、あくまで個人的に。まあ、そうですね。踊り子、まあ、正直な話、まあ別に新車に興味がないって言ったら言い方してるかもしれないです。まあ、俺はやっぱり踊り子って言ったら1%は5系なんで、まあ買いませんけど。でもそうだね。どうせ多分ね、これ特記品ではないので、足表とかで多分前面の表示パスが出ると思うんですよ。だからそれを確認してかな。で、足表に関してはね、ネギティフォーメーション通りだったんで、多分ね、確認できないんだよ、俺の方じゃ。あ、すいませんねって感じですかね。まあ、俺が悪いわけじゃないですけど。足情報約1なんで出る。多分出そうと思えば調べると出せるんだよな。ちょっと早く頼むか。知り合いがね、俺よりね、N ゲージ強いやつ1人いるんで、そういう情報持ってるんですよね。だそっちに頼めば分かるかもしれない。足表ぐらいはね。もしかしたら。だらそうですね。そこだけはちょっと確認しながら行きましょうかね。とりあえず、ちなみにさ、今5両編成って何本いるの？一応今ね、確認してるんですけど、JR が新日本、大宮総合で。これか。あれなんですね。今、基本編成って13本いるんですね。ちなみにあれなんだ。製造会社がバラバラなんだ。一応、日立、東急、近畿車両ということでいろいろあるんですね。で、付属編成に関しては今までそうですね、今のところ3本みたいですね。近畿、日立、東急の。で、今回 NC31 番ってことで、一応メーカーとしては、日立製作所か。で、NC の13番ってことなので、ごめんなさい、NA の8番か。そうですね、NA の8番は、ちなみに東急車両のメーカーみたいですね。へぇー、つっちゃった。まあ、今後ね、付属編成がどうなるのか。ちなみに幕張に何本いるんですかね。確か高尾の方に余乗車もいるはずなんですけど。まあ、余乗車って言ったら失礼か。波動用か、正しくは。幕張車両センターだっけ。ちなみに今幕張の方には全部で、17本か。あ、ごめんなさい。10、19本中16本ですね。6番と7番と13番が結社。で、これがあれかも踊り子に改造されたやつか。で、残った波動用3本ってどこに行ってんの？あいつら。誰が波動用だっけ？高尾に行ってるやつ。ちょっとその点わかんないんで申し訳ございません。はい、そんな感じですかね。まあ、とりあえずね、来週もね、加藤から、ノーマルの戦果情報が出るみたいなので、まあ、おそらく8月分と9月分ぐらい。まあ、もしくは8月短期分になるかなと思いますんで、そうですね。一応来週の金曜日、また動画にはしたいかなと思います。ただ、ほんと、今月発表されたやつがね、なんか失礼なし、新製品って言ってもつまんない新製品ですかね、ゼロ系。あ、ごめんなさい、100系か。まあでも一応ゼロ系と100系とここに来て2ヶ月連チャンで東海道新幹線ですからね。まあ0、1と来て、加藤は多分3を出してないので、7は出したばっかりなんで5なのかな、個人的には。あれ確か加藤ってさ、もしかして500系もあるじゃね？今までなんかやってなかったっけ？ちょっと待って、500系。確か加藤、今まで500件もなんかやってた気がする。ケーティーとか、ょうどこれか。あ、違う、これは4基4増8増か。じゃあ問題ねえか。あ、4基4増8増問題なかったですね。何が出てくるのか。見物っちゃ見物だな。ね、まあ多分500か。でもこの時期に300は絶対なさそうだからな。たまたみなとみらい線の異端者1本出てくると俺としては嬉しいけど。まあ500でいくとね。確かね、みなとみらい線の異端者1本っているはずなんですよね。元住吉の代替が。あれめちゃくちゃ欲しいんだよね。確か今全部で6本だっけ？ 5 本いたやつの1本の代替で今5本だっけ？違ったっけ？調べても、まあそんな感じですね。一応で、あとちょっと個人的な C パーツのデータに関してはちょっと調べておきますんで、お待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。